皆さんこんばんは、双子の弟ヤピーです。それでは続きやっていきましょう。よろしくお願いいたします。ということで、前回は、主人公がね、山城先生から出された課題を、まあ、取り組んだっていうところで、まあ、死について考えたっていうことですね。人がいかに目に見えないものを敬い生活に取り入れてきたか、民族学っていうのは人生をどう解釈するのかということでもあるのね。先生、今年は読み人が蘇るんでしょ？そうね。昔この町で起きた読み人の惨劇から今年で100年目と言われているけど、蘇った死者が町の人を殺しまくったっていうあれだろ？あれはすごかったわ。いや君知らんやんって。それなって、お前見たことあるみたいに言うな。はい、みんな静かに。そんな話はいくらでもあるものよ。古くはガシャドクロから口裂け女までいろいろね。ただ長きにわたる噂はやがて伝承となり、大事なメッセージをそこに残している場合が多いの。ちなみにこれ何の授業な？これを探っていくのが民族学ってわけ。つまりってちょっと話が脱線しすぎじゃない？なんでこんな話になったんだっけ。うん、面白いから続けて。ダメ。はい、教科書63ページを開いて。でも自分が学生の時にやっぱ話が脱線する先生は結構好きでしたね。なんかもうずっと授業の話聞くのめんどくさいっていうかね、もうしんどいんで。ちぇ、つまんない。授業につまらないも何もないわよ。それじゃあ誰に読んでもらおうかしらね。やば、当てられそう。ミュウさん、お願い。あ、よかった。一瞬教室が波打ったかと思うと途端に静寂が訪れる。天名ミュウ、彼女はゆっくりと椅子を引くと静かに立ち上がった。彼女を見つめることのできるこの機会を逃すまいと視線を合わせ続けた。唇が静かに動く。その後秀吉が掲げた政策は江戸時代以降の政治体制を作り出す基盤となり、これ以降を歴史学上では近世とみなされる。まあ、特におかしなところはなかったってことかな。気をつけ、レイ。さよなら。ねえねえ、聞いた？隣の学校で自殺した子がいるらしいよ。へえ。先週から行方不明になってたってあれでしょ？私は殺人事件だって聞いたけど、結局そういうこと？え？あれって事故だったって聞いたよ。私、友達がその学校にいて。まあもう噂がいろんな尾びれ背びれがついてって感じなんかな。結局よくわからないけど、まあうちらには関係ないね。あ、カオリン先生、さようなら。はい、さようなら。あら？後ろ姿とかあんねんな。どうしたの？僕はカバンから封筒を取り出し、山城先生に差し出した。ラブレターですよ。え？もう書いてきたの？はい。そう、早いわね。って、嘘でしょこれ。おお、転校生よ。もうカオリンに怒られてるとは情けない。バカ野郎、怒られに行ってんだよ。そんなんじゃないよ。なんだお前、すごいな。もう論文書いてきたのか。おいおい。山城先生が封筒から取り出した原稿を見て、ケンスケも驚いたようだ。これ、100枚くらいあるんじゃない？それを一晩で？いやー、多分主人公は違う道があるんじゃないかな。もうライターっていう肩書きをね。急いで書いたので読みにくいかもしれませんが、山城先生は僕をじっと見つめている。それで、テーマ、生と死はコインの裏表である。重っ哲学あなた本当に高校生？そんな論文書いてきた子一人もいなかったわ。そうね、あなたは。お、そこまで言って山城先生は口をつむぐんだ。いえ、とにかく読ませてもらうわね。お疲れ様。いや、なんか今ので入部、あなたは入部決定みたいなの言われるのかなと思ったけど、ちゃうかった。
よろしくお願いします。狭き門の御巣に入るには熱いったわけか。お前なかなかの策士だな。そんなんじゃないって。なんていうか勝手にペンが動いたっていうか。勝手にペンが？それってオートマティスムだな。オート何？オートマティスムだよ。自動初期。自分の意思とは関係なく別次元の何かに影響されてメッセージや技術を書き残す現象って感じかな。君ケンスケそういうの好き。なんかミステリアスっていうかスピリチュアルなこと好きやな。著名な作家や作曲家でもよく書いてた間の記憶がないみたいなことって起こるんだけど、それってまさにこの現象だと思うんだよな。ケンスケ意外なことに詳しいんだな。女の子とのことしか考えてないかと思ってたよ。俺にも似たようなことは起こるからな。撮った記憶のない女子のパンチラ写真がいつの間にやらデジカメの中に映されてるとか。お前さんこちらです。ケンスケそれは犯罪だ。バカ冗談だよ。つい先週カオリンが授業で言ってたからさ、それを思い出しただけ。さーてそんじゃ今日はちょっと面白いところに連れてってやるよ。何ゲーセンでも行く？ケンスケのやついい加減に見えるが実は陰ながら真剣に民族学を勉強してるのだろう。浅木くん、そういえばあなた来週補習よ。4点はダントツで学年最下位ですからね。それはないか。気のせいやったってことやね。校門を出たところに数人の男女がたむろしていた。正確には1人の女の子を4人ほどの男子学生が囲んでいた。なんやなんや、どうした？彼らとは別方向へと折れて進もうとすると、やめてください。え、そういう顔かわいいな。ねえどこか遊びに行こうよ。この子かわいいけどすごい気強そう。君新入生だよね。カラオケは？女の子ってカラオケ好きでしょ。やめとけそういうな勝手な決めつけは。結構です。こんなところで暇そうに立ってたからさ、親切なお兄さんたちが遊んであげるって言ってるんだよ。さやは迎えを待ってるんです。あらかわいい。へえ君さやって言うんだ、かわいい。さやなんかどこかね。なんかこういうのってだいたい理事長の娘とかそんなんじゃないの？どうやら新入生の女の子を年上の学生がからかっているようだった。女の子が嫌がっているのは明らかだ。ケラケラと笑う学生の声が耳をつんざく。ほら、なんなら勉強教えてあげてもいいんだよ。そう言って女の子の手首をつかむ。やめて、手を離しなさい。離しなさい、だって、かわいい。おい、ケンスケ。お、なあ、放っておけ。え、お前、ケンスケ、お前、そこは行くとこやろ。僕は、いや、声かけるべきやろ、こんな。何してるんですか？なんだ？なんか言ったか？ケンスケお前加担してこい。何してるんですかって聞いたんですけど。話しかけちゃったよ、参加しちゃったよ、おい。あ、なるほど、逆にな。主人公もいや一緒に遊びに行こうよみたいな。まずかったか？まずいも何も、ほら触らぬ神にたたりなしって言うだろ。まあ、ケンスケそんな奇抜な頭しといて何小心者のこと言っとんねん。それは表現合ってるか？おいお前ら何見てんだよ、あっち行けよ。え、俺じゃない。そうだよ、お前ら2年坊だよな。お兄さんたちに何か用でもあるのかな。うわこいつら降参かよ。あ、いや用だなんてナイスよ、ナイスナイスナイストゥーミーチューなんつって。ダダ滑りやぞ。くだらないくだらないな、確かに。お前ら、いいからさっさと消えろよ。俺たちはこの子に用があるんだからな。嫌がってますよ。目の錯覚だ。なるほど、もうって言った。視力はいい方なので。バカ、何を言って。こいつ、一回閉めた方が良さそうだな。そう言うと、男子生徒4人は僕とケンスケをじりじりと取り囲んだ。一人は女の子が逃げないれないように腕を掴んだままだ。徹底してんな。話して。お前らまとめて上級生への口の聞き方を教えてやるよ。随分大勢の殿方をもてあそんでいるようだな、さや。
なんや？こんなところで若いツバメたちに囲まれて、まるで、ああ、最近のはなんて言うんだ？服部、ホストクラブでございましょうか。ああ、それそれ。いや、なが、ホストクラブにしては質の低い子供たちしかいないようだな。誰だこいつ？誰だこいつ？これ、やべえよ。見ろよ、あの車。一人が指さすその先には黒塗りの外車が威圧感たっぷりに止まっていた。お兄様、ずいぶん遅くないですか？おかげでこんな民度の低いやからたちに絡まれることになりましたわ。お兄様登場した途端、えらい高圧的になったね。会議が予想以上に長引いてな。プラスボタンこうしたらできるようになりました。今まですいませんでした。十字機めっちゃガチャガチャしてましたけど。元は三果町の老舗和菓子屋だったが、今や世界的なブランドに成長した日本が誇る菓子メーカー。現社長の上城藤一郎の功績と言われているが、現在の上城堂を、支えるヒット商品の数々は亡くなった前夫人が考案したとの噂もあるよと。あ、すいません、ちょっとボイスを消してしまいました。上城堂？それじゃこの子は上城さや？というわけで手を離してもらえます？え、はい。そんな、なんかメイジーとかロッテとかその辺ぐらいな、レベル的には。男性とは素直に手を離した。それじゃあ僕たちこれで失礼します。一目散に走り出すように。ほら言っただろ、触らぬ神にたたりなし、触らぬ神城堂ってわけだ。でも早言えや。神城堂ってあのお菓子のか？お前本当に何にも知らねえのな。お前がかばったあの女は神城さやだ。神城堂の一人娘。ご丁寧にご説明ありがとうございます。この逃げない二人は何者だ、さや？頼んでもないのにかばってくれまして。ありがとうの一言ぐらいよくない？そうか、それは世話になったな。俺は上城みぶ。今度うちのホテルにでも顔を出してくれ。礼くらいはしよう。やったぜ。上城みぶってすごいな。え、マジっすか？それじゃあ今度改めて。バカ野郎、社交辞令だって。お兄様、私をかばったのはその人ではなく、こちらの殿方です。よし。お、そうか、君か。礼を言おう。これはつまらないものだが、当座の礼の証として受け取ってくれ。上城堂の新作で絶体絶命パンダとコラボした。え、嘘やん。俺ちゃんと読み終わってから押そうとしたのに、すいません。もう結構です、別に構ってませんから。おい、触らぬ神。そうか、それは失礼したな。さや、行くぞ。はい。お怪我がなくて何よりです。さあさあ、お車へ。足早に車へと向かうさや。しかし、ふと立ち止まって振り向く。そして、僕の元へとつかつかと歩いてきた。何？どうしたの？告白すか？何？あなたに貸しも借りもありませんわ。あんなの、かばったうちに入りませんから。いや、いちいち言わんでええよ。失礼いたします。ほんまやで。まさかの上城みぶ登場。生みぶはなかなか見れないぞ。そうなのか。20代半ばにして日本を代表する菓子メーカー、上城堂の取締役に就任するって噂だぜ。まあ親父の七光だとは思うけどさ。そんな偉いやつがどうして三果町にいるんだ。お前何も知らんのな。上城堂は今じゃ世界的ブランドかもしんないけど、今の社長が一代でこの三果町から起こした企業なんだよ。大きくなってから本社は都市部に移したんだけど、いまだにこの三果町を基盤に生活してるらしいんだ。そんな三果町が好きなんやな。
この町が潤ってるのは神城堂のおかげだと言ってもいい。それくらい御果て町に影響を与えてるな。なるほどね。雇用とか生んだりしてんのかな。まあ風やな。てかお前いい度胸してんな。肝が座ってるというかなんというか。あのままぶん殴られてたらどうしたわ。あ、間違ってよ、押してしまった。別にいいよ、殴られくらい。え、あ、そっか、死に急いでんのか自分。かあ、お前時々だけどかっこいいな。あくまで時々だけどな。それじゃあ、じゃあ結局さしちまったけど行こうぜ、こっちだ。すまねえ。おお、すごいいい感じの雰囲気やね、ここ。海とは逆方向にどんどん歩いていく。ケンスケにどこに連れて行かれるのか僕にはさっぱりわからなかったが、歩きながら僕はこの街のあることに気がつき始めていた。ああ、風車めっちゃあんなって。ケンスケ、あれはどういう意味があるんだ。どうした転校生よ。あれだよ、うん、僕はカラカラと弟を立てて回る、それを指さした。のどかに広がる田舎の住宅街、その家々の門や塀に必ずと言ってほど風車が飾ってあるのだ。風車、御果て町の至るところで見られる風車。海風との相性もそうだが、古くは、読み人よけとして家の周りに立てる風習ある。へえ。赤、青、黄色、そして紫、色は様々だが、それらは海風に乗り乾いた音を立てて絶え間なく回り続けていた。読み人をよけるためじゃよ。読み人、またワールドエンドか。おいおい、ワールドエンドはねえだろ。読み人伝説の方が先も先、すんごい先なんだからさ。風車をつけてると読み人が避けて通ると言われてるんだ。ほら、読み人って災いをもたらすって言われてるだろ。なんか初めてね、あのこの御果て町に着いた時に風車がカラカラ回ってて、あ、ここは風車の生産地日本一なんですねっていうボケを言いたかったんですけどね。俺は生まれも育ちもこの町なんだけどさ、物心ついた時からこの町には至る所で風車が回ってたぜ。だから俺ら地元民からしたらこんなの今更何も珍しいことはねえんだけど、よそ者のお前にはすんのかな。読み人よけの風車。お、よし、着いたぞ。ほーら、ここだ。舗装されていない小道を少し入ったところ、無料線に立つ路地風の建物、深い緑色が景色に溶け込む可愛らしい佇まい。看板にはカフェパスティッシュと書かれている。天名ヤマトが経営している緑に囲まれたカフェ、学生ウェルカムの財布に優しい価格設定のため御果て高校生のたまり場になっているが、駅から離れているため地元生だけが立ち寄る穴場となっている。マスターを務めるヤマトの策略によって、妹のミウが男子タレよだれわからへんのコスチュームで迎えてくれるが、反して愛想がすこぶる悪い。それがまたいいと一部の男子の熱烈な支持を受けているのも事実。そのおかげか経営は順調な模様。天名美優がウェイトレスだったのかな。カフェパスティッシュ、通称美優カフェ。浅木健介が考案したパスティッシュの隠語、その由来は店を訪ればわかる。はい、そういうこと。なるほどね。ビューカフェ？どうして？海岸通りにおしゃれな海カフェがあるんだ。それのまあ大義語みたいなもんだな。他にも店員があれとか諸説あるが、あ、まあそれはさておき。ああ、もう読み終わってから遅うに申せない。店員があれ？うちの高校って半分以上が電車通学だろ。だから駅前のカフェは学校帰りの生徒でぎゅうぎゅう。だけどこのカフェは学校を挟んで駅とは反対側にあるから、ここに来るのはごく少数の地元の学生だけ。そういう意味では隠れ家カフェとも言えるな。でも地元の学生だけで採算が取れるっていうのもまあまあ儲かってるんやろね。あれ、なんだ、ポカーンか。うん、まさか面白いところが喫茶店だとは思わなかったので、僕は少し拍子抜けした。お前、ここがただの喫茶店だと思うなよ。ここは
体験型アトラクションだ。少なくとも俺はそう考えている。ただの喫茶店じゃないところをちょっと見せてもらおうかな。了解だ。それじゃあシートベルトの用意はいいな。振り落とされんなよ。うん、レッツゴー。レッツゴー。妙なノリのケンスケの後に続きカフェに突入する。いらっしゃい。ドアを開けると奥から軽い声が飛んできた。見るとカウンターの向こう側に男性の姿が見えた。少し長めの髪、さっきとこのカフェのマスターといったところだろう。ここはよ、勝手に空いてる席に座っちまっていいんだ。ほら、そこの席に座ろうぜ。広い店内には客もそこそこ入っていた。学生服の姿もある。壁際のテーブル席に腰を下ろすと僕だけがメニューを開いた。メニュー、ケンスケは見ないのか。俺は常連だからな。つってもコーヒーしか頼まないけど。コーヒーいくらだやろ。メニューの中にコーヒーを探す。150円、かっこ税別。安いな。安いだろう。恋に恋愛に忙しい、いつも金欠。そんな地元学生のオアシスってわけや。恋と恋愛は同じだろうというツッコミが割愛した。だけどケンスケ、この喫茶店のどこが体験型アトラクションなんだ。まあ待つんだ、やがて訪れる祝福の時を。とりあえず水運んできてくれんのかな。ケンスケ、お前さ、言ってる意味が全然わからない。いらっしゃいませ。え、ちゃんといらっしゃいます言うてくれるやん。ほら、一瞬呼吸を忘れた。いや、今忘れてる多分。これはよう、アマナ、俺コーヒーね。僕はきっとずっと見とれていたんだと思う。おい、何頼むんだよ。なんかめっちゃ鼻詰まっててやばいっす。ちょ、めっちゃ鼻声なんすけど、すいません。アマナミューの瞳が僕を捉えている。そのことに僕は動揺していた。あ、ココア。どうしてココアを注文したのか理解不能だ。ココア。え？ココア。え？どうした？かしこまりました。天野美優は、氷水の入ったグラスを2つテーブルに置くと、言葉少なに、カウンターへと去っていった。どうだ転校生よ、やっと理解したか、咀嚼できたか。カフェでめっちゃ騒ぐやんこいつ。そう、ここは天野美優の実家なのだ。放課後はこうして実家の喫茶店をあのような見目麗しき姿で手伝っているのだ。この店は天野美優の貴重なゴスロリコスプレ姿を拝めるのみならず、学校でも拝聴を叶うこと希少な彼女のボイスまで聞くことができるのである。最初ケンスケ、天野が出てきた時に全然もうアイスが皆無とか言ってめっちゃ悪口言ってた時に、えらい饒舌だな。ボイスって言うなよ。これでこのカフェがなぜミューカフェと呼ばれているか、その諸説あるうちの一つがご理解いただけただろう。マスター、アイスティー5つね。ドアが勢いよく開きと同時に数人の女子生徒がなだれ込んできた。みんなラケットを持っている。テニス部のようだ。一人だけやけに目立つというよりも。あれ、あんたはどうしたの。この子テニス部なんや。ま、前マミ出たな。クスマイ、もう部活は終わったのか。あ、私こっち寄ってっから、後でそっち行くわ。マミが一緒に来た部員らしき集団に声をかける。そして僕の隣にドカッと腰を落とす。柑橘系、それに混ざって少し汗の匂い、彼女から漂う香りに僕は少し戸惑っていた。クスマイ、お前くらいだぞ。店のドアを開けた瞬間に、おー、あ、うん、だってその方が早いでしょ。あー、あっつい、水水。あ、それ僕の水。マミはごくごくと喉を鳴らして僕の水を飲み干してしまった。生き返る、まさに命の水。なんか主人公、これ僕飲んでたから関節キスじゃねとか言い出すから。僕の水。しかしあんたらほんと仲がいいね。まだ数日でしょ、どうしたらそうなれるの。うん、わかった。そういえばケンスケ、将来はこの町を出て都会でファッションデザイナーになるなんて言って
てたっけ。だから都会から来た。どーい、くすまい。そんな幼い頃の小さな夢をだな。幼い頃の？去年聞いた気がするけど。こいつ、私のこと口説いたんだよ。自分の夢語ってロマンチックなこと言ってさ。ケンスケ、そうなのか。やめろ、くすまい。だからそのくすまいってのやめてよ。最近流行のアイドルみたいな呼び方、なんだっけ。ニカレイド、国民的アイドルグループ絶対絶命パンダのエース、そして不動のセンター二階堂レイの愛称かな。アクセントはカにつく、略称表記は 2KD0。 最近では女優業にも進出、話題の小説ワールドエンドの映画化に自ら出演を織り込み、この夏舞台となる美果て町の撮影に訪れている。へえ。敬意を表してアイドル呼びをしてやってんだろ。黙ってればいい女なのにな。俺も騙されて口説いたりして。いや、騙されたんだ。騙されるだろうよ。去年学校で初めて見た時は、まさかこんなにガサツな女だとは夢にも思わず。失礼な。そう言ってグラスに残った氷を口の中へと流し込む。お前は騙されなかったのか。同じ屋根の下に住んでんだろ。初めて見た時にこの見てくれに騙されなかったのか。そう言われて僕は、やめろやめろ、こらこら。別に。マジか、俺だけか。騙されたの俺だけかよ。相変わらず賑やかだね、二人とも。お、マスター、今日もイケメンだね。胸元開きすぎ。やめてくれよ、まゆみちゃん。その子は初めて見るな。まゆみやったら俺マミって言ってた。おう、これ私のいとこ。って言っても私も初対面みたいなもんだったけどね。喜怒哀楽です、よろしく。この人はね、カフェのマスターで天野大和さん。天野ミュウのお兄さんだ。ああ。はい、ご注文のコーヒーとココアね。まゆみちゃん、アイスティーはミルクだよね。さすが、ありがとう。マスターの入れたミルクティーは最高だよ。もしかして君、転校生くんかい。え、なんで知ってるんですか。マスターが僕を不思議そうな目で見つめる。あ、はい。じゃあミュウから話は聞いてるよ。同じクラスなんだってな。おとなしいやつだけど、よろしく頼むよ。え、お兄さん公認なん。やったぜ。聞いてる僕のことを。天野ミュウの口から。ほら、返事返事。ああ、はい、こちらこそ。マスターはニコッと笑うとカウンターへと戻っていった。兄弟揃ってイケメンだけど、どうしてアーム愛想というものが違うものかな。ミュウのこと結構喋るよ。本当？反応するんだよ。じゃあ私向こうの席に行くから。グラスとラケットを手に真弓が席を立つ。そうだ、今日の掃除当番よろしくね。な、お前ら本当にどういう。僕は向こうの席に楽しそうに合流する真弓を見つめながら言った。僕はただの掃除係だよ。バルコニーのカウチの上、いつの間にか兜を落としてしまったようだ。夢か。ただいま。あれ、全然掃除してないやんけみたいな。まゆみが帰ってきたようだ。僕は立ち上がり、リビングへの扉を開ける。おかえり。まゆみは手を閉じて鼻をクンクンと鳴らしている。ちょっとこれってもしかしてカレーじゃない。カレー好きなんですか。いっぱいあるからよかったら食べる。食べる食べる、嬉しい。今日も冷凍のパスタをチンして済ませようと思ってたんだ。昔ちっちゃい頃はカレーめっちゃ好きだったんですけどね、もうこの土地になると家のカレーは飽きてしまいました。すごいね、
あんたもしかして料理得意？カレーなんて簡単だよ。でも時間かかるじゃない？この匂い食欲をそそりますな。それじゃあ遠慮なくいただこうかなっと。ねえ、もう食べたの？僕もまだ。じゃあ私がよそってあげますわよ。いえいえ、それくらいさせていただきます。えらいテンション上がってんな。気持ち悪いな。言ったんだよ。おいしい。辛さも私好み。じゃがいも入れない派なんだね。私もあれ長年邪魔で仕方なかったんだよね。そうやん、俺じゃがいもめっちゃ好きやねんけど。いや、じゃがいも入ってないとちょっと嫌ちゃう？だってさ、ライスにポテトって炭水化物満載だし、東洋と西洋の主食がガッチャンコだよ。お腹に溜まっちゃって辛いよね。全然ガッチャンコでええねんけど。のがいいね、夏野菜だし。秋になったらナス入れたりね。どの季節でも変わらず美味しいのがカレーっていうかさ。なんかもうカレーってパウチか学食しか食べてなかったからな。手料理のいいところってさ、好きな分よそって好きな分食べて。ねえ、おかわりいいかな。ああ、こんだけなんかモリモリ食べてくれるのええな。いいけど。いいけど？いいけど何？よく喋るね。そうやな。あんたの家って黙って食え派？うちは違うんだよな。食事は団らん。みんなで揃っておしゃべりしながら食べたんだ。うちの家は結構テレビ見てみんな黙々と食う派っすね。うん、まだいっぱいあるよ。明日の朝も食べられそう。翌朝のカレーがまたいいんだよね。そうやな、一日置いたカレー美味しいよな。そう言って2杯目をテーブルに持ってくる。すぐにパクリと一口。うん、美味しい。何よ。いや、そうやって笑ってるのを初めて見たから。おかしい？笑ってた方がいいよ。なんか変にくどくなや。やめとけ。何言って、ちょっとカレーを褒めたぐらいで。ああ、ごめん。別に謝らなくても。まあ料理ができるならあんたも多少は役に立つわね。明日からご飯あるときはメールしてくれる？わかった。ではじゃあ時間がいい感じなんで今回はこの辺にしたいと思います。それではお疲れ様でした。